安倍総理大臣夫妻は昨夜、東京銀座の高級鉄板料理店にアメリカのトランプ大統領夫妻を招いて夕食会を開き、もてなしました。安倍総理夫妻はトランプ大統領らが宿泊する東京都内のホテルまで迎えに行った後、大統領専用車に相乗りして4人一緒に店に向かいました。 トランプ大統領は食事前、北朝鮮や貿易など様々な課題について有意義な議論の最中だ、うまくいっていると記者団に述べました。夕食会は個室でリラックスした雰囲気で行われ、終了後に安倍総理は、トランプ大統領には大変喜んでいただいた、有意義な夕食会だったと記者団に語りました。 またえたオバマさんの時は月橋次郎さんお寿司屋さんに行って今回の、えー、トランプさんはお,、まあ、お肉ということで,で、ね、銀座の高級鉄板料理店、えー、銀座を改訂という、はい、でその写真見た時にどっかで見たなと思ったら。 あの、テレビ朝日の人気、そうですね。テレビドラマ、あの、ドクター X で、あのね、白い巨頭の先生たちが、ワインを、高級ワインをこう飲みながら、鉄板焼きをいただくと、あの店だったんですね。エプロンかけてですね。私もそうかなと思ってたら、昨日、あの、テレビ朝日の番組で、我がドクター X の舞台になったそうか、見たことあるなと思って。西田敏之さんとかね、草刈正夫さんがですね、あそこでワインとね、お肉を食べて。 行ったことないけど、画面では見たことあるなと <laughs> ここ。わかりやすいですね。今回個室ということだったんですけども、さて、あの、今回は、まあ、来日されてすぐにゴルフに行って、 で、まあ、夕食ともにしたりとかこうされてるわけなんですが、今日の朝日新聞で面白いなと思ったのは、あの2人の共通点、ゴルフが好き、肉が好きで問題抱えてるってい支持率があんまり上がらないっていう、この3つの共通点がありました党の支持率は高いけど、ご本人の支持率は高くないというところも共通だと、ただまあ,あ、日米の首脳がですねあの電話会談を含めて、就任以来これほどですね、はい 直接話しているというケースは今までないわけでそういう意味ではあの大変な親密さということこれはあのやっぱり同盟国としてはですねあのいいことじゃないかなという感じがするんですけどただ全体見ていくとにぎやかにはしゃいでいるのはどうも我々メディアだけで市民の中にはトランプさん来てるのねと一目見たいなというようなですねなんか熱狂的な歓迎ぶりだとかあるいはあのオバマさんがお見えになった時のようにやっぱり広島に行って てもらったということに対して国民が非常にこうどんなことをおっしちゃうんだろうかどんなタイトルの望まれるんだアメリカとしては非常に複雑な状況の中でオバマさん来られたわけですからそういう意味ではあのなんかあのあんまり深みのないあの訪日だなっていう感じはするんですけどね,ねまあ真っ先に日本に来てくれっていう心臓のリクエストに応えたっていうことなんですけどもまあこの 心臓その時お前にはちゃんと連絡するんだぞ、する,んするよみたいな話、約束はもう取り付けてるとは思うんですけどね。そうですねあの、今回の訪日の最初はですね、えー、まあ横田基地に降り立ってですね、はい、USA の大合唱の中で迎えられて、はい、我が軍と、それから日本の自衛隊を前にして、これだけのことを言えるというのは光栄に思うという、はい、スピーチから始まるとですね、非常にあの軍事的な面、はい、日米の軍事的なですね、 協力関係というのを前面に押し出した今までの,あの大統領の,あの訪日とはだいぶ違うと思うんですねえですからあの今回の訪日で,です、ね、非常にその同盟関係を強調するしかもあの自衛隊という名前が具体的にあのトランプさんの口から出てきている中で北朝鮮と向き合う時に我が日本はどうするんだといやお前とか全前面で出てけよと。 その前にはツイッターで,です、ね、自国の空をロケットが飛んでいくのに、何もしない国ってのは何なんだということをやっぱりトランプさんはツイッターでつぶやいてるわけですよね、それが本音だとすれば、やっぱり心臓となるとの関係だけではないと思うんですね、そこをやっぱり蜜月の,の中でお互いに言いたいことを言えるのか、我が国としてはここまでしかできないんだと、だからこそ同盟関係結んでるんじゃなかったのかと。 いうことも含めてですね言いたいことがお互いに言えるのかどうなのか、今回の議題を見ているとですね北朝鮮は大きな議題になってますけど、例えば沖縄の問題だとか、あるいは FTA、TPP から出ていってしまった問題だとか、お互いちょっと触れるとぎくしゃくするよねというところは抜いてですね話をしているのであれば、それは本当の同盟関係、蜜月と言えるんだろうかということは、国民があんまり 心の底からですねよく来てくれたとなってないとかそこにあるような気もするんですねなんかもやモヤしてますもんねそうなんですね三、ね、<え>つ目のニュース